はい、ですね、ママがちょっと行きたい場所あったんですけども、なんと出かけててね、いなかったってことで、はい、まあ残念ながら帰るってことですね。そうですね、いい天気ですよ。すごい空いてるね。で、この近辺にね、ママの両親が購入した土地があるっていうことですよね。はい、そうですよね。ママが購入、ママのお母さんお父さんが昔購入した土地があるってことですよね。はい、確かあそこじゃなかったっけ。あそこじゃない、もうちょっとさ、あ、そう、あそこ、あということでね、結構 何年前ぐらいに購入して、10年ぐらいかな。ああ、17年前、お母様が生きてる時に購入して、まあね、ママは多分ね、私の話はね、多分自分が行きたいところをね、ちょっとキョロキョロしながら 運転してんじゃないかなと思いますけど、その通りですか。はい、あと入っていきますか。はい、はい、じゃあどうぞどうぞ。はい、ということでね、なんか行ったことのないお店ですけど、行ってみますね。はい、はい、ここのお店ですね。あ、お客さん、入るね。はい、混んでるからやめましたね。いやでも今日はいい天気ですよ。すごいね。暑いですよ。気温34度。天気予報。まあね、なんか日本と比べると湿気がないから、私ね、ここ暑い暑いって言われてる割にはそう汗出ないんですよ。なんか日本の気候と違うから、暑いっちゃ暑いんだろうけど、だからまあそこまでなんかやばいっていう感じはないけどね、まあ人それぞれ感じ方が違う。お兄さんの家、近くの家行きますか。はい。